ストレイキッズが古直、古直、スカイドーム公演でサプライズ公開したニューアルバムの収録曲、リーブの予告映像を公開した。ストレイキッズは10日、新しいミニアルバム、ラクブスターとタイトル曲、ラクでカムバックする。24日0時には公式 SNS チャンネルを通じて収録曲の一部を紹介する。ストレイキッズのシグネチャーコンテンツ、アンベール。 トラックを公開し、注目を集めた。ニューアルバムの6番トラックである新曲、リーブの予告映像は、まるで一本の青春映画のように爽やかでおぼろげな雰囲気を醸し出し、視線を釘付けけにした。カメラは廊下を走り、誕生日パーティーを開き、体育館に集まってバスケットボールをするなど楽しいひと時を過ごすメンバーについていく。 一緒に走っていた空間を一人で歩いたり、ケーキを前に願い事をしたり、ガランとした体育館を眺めるフィリックスの姿も登場し、彼らがどのようなストーリーを描いていくのか、好奇心を刺激する。特に今回のアンベール、トラック、映像は今月21日と22日の2日間にわたり、ソウル9号、黒、区の古直スカイドームにて開催された、ストレイキッズ5。 スタードームツアー2023ソウルスペシャルアンベール13で初公開されたスクフライクスの予告映像と繋がっておりファンの反響を呼んだ新曲リーブはチャンビンとバンチャンが作詞作曲を担当した古直スカイドーム公演で初公開されチャンビンは愛しているがお互いにさらに大きな傷を与えないため別れなければならない結末を描く歌 と紹介し、秋の感性に合う音楽を予告した。ニューアルバム、ラ楽スターにはタイトル曲、楽をはじめ、メゲーバース、四角地帯、カムフレックス、隠して、リーブ、日本初の EP アルバムのタイトル曲、ソーシャルパス、フィートドットリサの韓国語バージョンと、楽、ロックバージョンまで、計8曲が収録される。 グループ内のプロデュースチームサンラチャのバンチャン、チャンビン、ハンをはじめ、メンバーのヒョンジン、ドイツのヒップホッププロデューサーデュオ、キュービーツのケビン・ゴムリンガー、ケビン・ゴンリンガー、トティム・ゴムリンガー、ティム・ゴンリンガー、バーサ・コイ、ミリオン・ボーイ、ジュン・ツーなど、韓国国内外の有名アーティストたちがコラボし、新たな名盤の誕生を予感させている。ストレイ・キッズのニューアルバム、ラクブスター、 とタイトル曲、楽は来月10日午後2時、米東部時間基準0時に発売される。ストレイキッズが古直、古直、スカイドーム公演でサプライズ公開したニューアルバムの収録曲、リーブの予告映像を公開した。ストレイキッズは10日、新しいミニアルバム、楽部スターとタイトル曲、楽でカムバックする。 24日0時には公式 SNS チャンネルを通じて収録曲の一部を紹介するストレイキッズのシグネチャーコンテンツアンベールトラックを公開し注目を集めたニューアルバムの6番トラックである新曲リーブの予告映像はまるで一本の青春映画のように爽やかでおぼろげな雰囲気を醸し出し視線を釘付けけにしたカメラは廊下を走り 誕生日パーティーを開き、体育館に集まってバスケットボールをするなど楽しいひと時を過ごすメンバーについていく。一緒に走っていた空間を一人で歩いたり、ケーキを前に願い事をしたり、ガランとした体育館を眺めるフィリックスの姿も登場し、彼らがどのようなストーリーを描いていくのか、好奇心を刺激する。特に今回のアンベール、トラック。 映像は今月21日と22日の2日間にわたり、ソウル9ク黒、区の古直スカイドームにて開催された、ストレイキッズ5、スタードームツアー2023ソウルスペシャル、アンベール13、で初公開された、スクフライクスの予告映像とつながっており、ファンの反響を呼んだ。新曲、リーブは、チャンビンとバンチャンが作詞、作曲を担当した。 古直スカイドーム公演で初公開され、チャンビンは愛しているが、お互いにさらに大きな傷を与えないため別れなければならない結末を描く歌、と紹介し、秋の感性に合う音楽を予告した。ニューアルバム、ラクウスターにはタイトル曲、ラクをはじめ、メゲーバース、四角地帯、カムフレックス、隠して、リーブ、日本初の EP アルバムのタイトル曲、ソーシャルパス。 フィートドットリサの韓国語バージョンと、ラク、ロックバージョンまで、計8曲が収録される。グループ内のプロデュースチームサンラチャのバンチャン、チャンビン、ハンをはじめ、メンバーのヒョンジン、ドイツのヒップホッププロデューサーデュオ、キュービーツのケビン・ゴムリンガー、ケビン・ゴンリンガー、トティム・ゴムリンガー、ティム・ゴンリンガー、バーサコイ、ミリオン・ボーイ。 じゅんつなど、韓国国内外の有名アーティストたちがコラボし、新たな名盤の誕生を予感させている。ストレイキッズのニューアルバム、ラクブスターとタイトル曲、ラクは来月10日午後2時、米東部時間基準0時に発売される。